お寿司食べたりとかさ、クソまずくて、雑誌とかでしか見たことない選手、キナフィーゴ寄ってきて、俺が一番金ないのよ。ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日はまた何か喋るのかい。スペインで選手交流はなかったんですか。選手交流はありますよ、それはね。面白くないよ、別に話に聞いたって。だって交流って言っても皆さんは知ってる人だよね。はい。ってなるとやっぱりレアル、サンティアゴベルナベウで試合やった後に、当時カシージャス、ゴールキーパーね、はいはい、あとイエロっていうね、はい、キャプテンディフェンスの人と、はい、ロベルト・カルロス、あとモリエンテスかな、みんなでマドリードでご飯を食べようって話になって、すごい豪華なメンバーですね。まあそこにジョー・ショージもいたけどね。すごいっすよ。ちょっと笑いすぎじゃない。いやいやいや、決め顔です。そう、いや、それでなんかで飯を食わないって話になって、で俺マドリードに残って、はい、で食べたんだよね。当時はやっぱりあんまり生魚とか外国の人は食さないから、はい、でマドリードにねすごい日本食の美味しいレストランが1個あって、はい、そこに行こうって話になって、お寿司食べたりとかさ、うわ初めて食うとかで嫌だとかって言いながらこんなの食えんのかよとかって言いながら、そしたらすごい食べて美味しいんだねって話になって、うん、それで今いろんなサッカーのね話をね、うん、するかと思いきや全然サッカーの話なんかしない、女性の話とか誰かどこの子がいいよねって話しながらまあいろいろ彼らと交流してて、当時のね俺の年収よりも彼らもう本当数十倍稼いでるわけでしょ。ああいう飯食うところってさ、はい、困るわけじゃん、はい、誰が払うかなみたいなさ、なんだかんだ言いながらこう日本食レストランだよなって話になって、はい、でじゃあ庄司だねみたいな感じになってで結局俺が一番金ないのに俺が一番払ったというね。まあ日本の文化にちょっとねなんか触れてもらおうと思って、はい、日本ってすげえいいんだよとかっていろんな話しながら、うん、ですっごい興味持ってて日本に行きたいな行きたいなとかね、うん、でも結局40万払ったね。彼らと交流っていうかなかなかさそんなこともなかったし、行く前はだって本当にこうテレビでとか、うん、雑誌とかでしか見たことない選手ばっかりじゃない、うん、だけどロベカルとねアトランタオリンピックでさ対決してて彼を覚えてってくれて、はい、俺のこと彼は何て言ってたんですか。相当油断してたと、うん、でやっぱりやんなきゃ やばいってなって、うん、うまくいかなくなっちゃったって、うん、絶対負けるとこれっぽっちも思ってなかったって言ってたもん、うん、いやそれ正解って言って、うん、俺たちもこれっぽっちも勝てると思ってなかったって話をして盛り上がってたそれでいいのかよみたいな話になってそうそうそうみんな突っ込まれたけど、でもそのぐらいで差があったから、うん、もう全然本当に普通にいい人たちだし、俺はこうだみたいな人じゃないから。あ、何語でおしゃべるんですか皆さん。基本はスペイン語だけど通訳も通しながらと、はい、あと英語ね、うん、まあ織り交ぜながらちょっと喋ったりしながらね。果実の話もしたんですか。さすがにね、スペインって解説の話は分かんないよね。今日面白いですね。バルサはないんですか。ああ、バルサはあのフィーゴね、ルイス・フィーゴさんね、まあ、初めてバルセロナでカンプノーで戦った時に前半を終えてロッカールームに戻ろうとしたらいきなりフィーゴが寄ってきて、彼英語喋れるから英語で話しかけてきてくれて、ジョーは日本人だよね実はさって始まって、ロッカーに戻る途中でピッチの中で何を話すのかなと思ったら、実はあの僕の奥さんが日本食レストランで寿司屋をやるからバルセロナでオープンしようと思ってんだ、一回ちょっと食べに来てくれないかと、その感想を聞かせてくれって言われて、俺今試合終わってハーフタイムですけどみたいな感じだったんだけどあいいよいいよって言って、そう試合終わった後にちょっと番号を交換しようぜって話になって、それでロッカーにかけてった時衝撃的だよね。そうですよね、画面上ではなんかねこう、そう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 、何喋ってんのかなと思って、寿司屋の話しかしてないの。しかもさカンプノーでってプレーしたら俺もさバルサとやるからさもう超ドキドキしながらさやってるのに寿司の話かいみたいなさ話で終わっちゃったんだけど、そう、それで終わった後に番号交換して連絡取りながらバルセロナ行ったわけよ。もうオープン前だったから、はい、ちょっとこれうちの寿司だからちょっと食ってみてくれ、ああ楽しみだねって言って話して、で出てきたらさあれ寿司いつ出てくるのかなと思うぐらいの寿司が出てきちゃってどんなのとんでもない、なんかねよく外国であるあるな、はい、なんとかロール巻きみたいな、はいはい、もう握りの寿司はほぼなかったみたいな感じで、すんごい色した巻物みたいなとかさなんで巻いたのかなみたいな海苔巻きでは全くないねみたいなやつとか、ソースをこうさなんか上にビチャビチャってこうかけて、あのサルサソースみたいなとかさ、あのかけてこれはなんとかですみたいなさ、そういうのを出されて食べたんだけど味も美味しくないわけよ全くねうわこれまずいなと思って、で奥さんはオーナー
だからそこに行ってね、寿司職人みたいなね、はい、ちゃんと帽子かぶってるわけよ。ああ、寿司職人みたいな。そういう名前のこう割烹着着てこうやってそうやってんだけど、はい、明らかにタイとかそっち系の人たちなんです。アジア系だけど違うの、日本人ではない。そういう人たちがいらっしゃいとかって言われて日本語なんだけど作ってくれたんだけど、はい、もうクソまずくて、はい、これはまずいなと思って、で奥さんはすごいニコニコしながらこう見てるし、うん、うん、とかって言いながら言えないし、はい、でフィーゴちっちゃい声でどうだって、いやこれは寿司じゃないっつってこれはひどいって言ったらそうだよなっつって、俺もそう思うんだって言いながらそれで結局奥さんに言えずに、はい、まあそれで美味しかったありがとうっつって頑張ってねって言って、で帰ってまたフィーゴに電話して、であれは寿司じゃないし、うん、ちゃんと寿司って言うんだったら職人もちゃんとある程度つけないと、はい、あれは全然まがいもので寿司でも何でもないよあれはちょっと人気出ないと思うよってフィーゴも、いや俺もそう思ってんだと、俺のイメージしてる寿司とも全然違うんだと、だけど奥さんだから言えないと、それでオープンさせたみたいで、でその後、まあ、ちょっと連絡取ってあれしたけど1年間はなんかやったらしいんだけど、でも1年でもうお店は辞めちゃったと。 あれはでもよく1年持ったなっていうぐらい。ピーゴがジョーさんに言ってもらいたかったんじゃないですか。言えるわけないじゃん俺だってさだってすごいニコニコして見てんだからこっちとかって言いながらさ、水ばっかり飲んでさいやでもね、あれはちょっと衝撃的だったね。やっぱり日本人ってどっちかというと恐縮しちゃうし、はい、すごくこう自分のことをこう言えないとかさ、うん、もうドキドキしちゃうとか、うん、スーパースターだからとかって見るけど、でも全然違って彼らは、本当一人の人間として、一人のサッカープレイヤーとしての交流するから、全然本当友達だしね。だからフィーゴはまあいろいろ関連があって、はい、インテルのまあプレイヤーとしてもやってたし、はい、その後に役職についてある時何年前かな、結構前だね。なんかインテルの監督をやるかもしれないって話があって、コーチで入らないかっていうオファーがあって。これどこにも喋ってないですね。これ喋ってないかもしれないね。俺が監督になった時はコーチとしてやるか。まあ俺も一応ライセンス、まあ日本のだけだけど S 級ライセンスっていうのを取って、うん、でやっぱり監督をどっかでやりたいとか、うん、ただ日本じゃ面白くないなって、せっかく海外行ってるから海外でやりたいなって思いがあって、でその話を彼にもしてってね、はい、したらなんかそれを思い出してくれたみたいで、マジかと思って、もしそうなった時は頼むよって話をして、で結局連絡来たのがお金のところで折り合いがつかなかったらしくて、はい、やっぱり俺辞めるわって言って、そのぐらいこうなんかそうですね、いろいろね話ができたりするから。じゃあこれジョーチャンネルにフィーゴ呼べるんですかね。相当かかると思うよ彼らビジネスマンだからね、なんだかんだ友達といえどもね、友達とビジネスとはまた別物だから、ま、昔スーケルって言ってね、はい、シュケルとも言われてるんだけど、はい、クロアチアのね、はい、フォワードの選手がいたでしょ、はい、ある番組でスペインに行った時に彼とワールドカップの対談するって話になって、庄司、はい、行くのだったらいいよって言って、即興でもうすぐレストランみたいなの借りてパッと意見取ったんだけど、で終わってそのテレビ局の人になんかこう携帯出して金額こう出してたらとんでもない金額だったらしいよ。でそれを現金でくれって言って、そういうテレビとか仕事ってなるとやっぱりビジネスだし、その辺もプロフェッショナルだなと思うけどね。まあフィーゴは呼びません、絶対高いもん。チャンネルが100万とか言ったらね、視聴者の方が登録していただいたり ね、はい、でもそれでも足りないかもよ。だってファーストクラスで呼ばなきゃいけないし、まず逆にジョーさんがファーストクラス向こう行くっていうのはどうですか。俺ファーストクラス乗れんの。いやもう100万突破したら行きましょうよ、こっちから向こうに出向いて。ああいいじゃん、ね、スペイン時代のなんかね、そういう、 こう、はい、バチャドリードの街行ったりとかね。俺昔ここ住んでたんだよとかね、はい、マーケット買い物行ってたとかね、はい、で魚のとこ行ったらおばさんにここで怒られたんだよとかね、あればね、いいですね、そういうの、そういうのちょっと追ったりね。あとバジャドリーで協力してもらってさ、はい、ロッカーの中入ったりとかね、ピッチとかね入ったりとかやればいいかもしれないね、はい、だけどまだ俺たちさ1万ちょっとしかいないんだからね、登録者数がね。そうですね、うん、これはもう夢の話ですよね。視聴者の方が応援してくれるかもしれないですね。 そうだね、はい、まあそうだった時は、はい、ちょっとどっかで行きたいと思いますね、はいはい、まあ何またあんまりいやいやいや、あまりにも前向きじゃないなと思って今ね、まあ、自腹で行きますよまあ自腹とビジネスだねスペイン時代は本当に、まあ、そういう方たちとねいろいろ、まあ、交流がありましたからね、はい、まあいい僕の財産ですね。そうですね、はい、ということで、今回は交流という形で、話しました。また見てください、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。